遺言ビデオ会社の同僚が亡くなった。フリークライミングが趣味の K というやつで、俺とすごく仲がよくて、家族ぐるみ。俺の方は独身だが、での付き合いがあった。K のフリークライミングへの入れ込み方は本格的で、休みがあれば、あっちの山、こっちの崖へと常に出かけていた。亡くなる半年くらい前だったか、急に。 K が俺に頼みがあると言って話してきた。があ、俺がもし死んだときのために、ビデオを撮っておいてほしいんだ。趣味が趣味だけに、いつ命を落とすかもしれないので、あらかじめビデオメッセージを撮っておいて、万が一の際には、それを家族に見せてほしい、ということだった。俺は、そんなに危険なら家族もいるんだからやめろと言ったが、クライミングをやめることだけは絶対に考えられないと。 K はきっぱり言った。いかにも K らしいなと思った俺は、撮影を引き受けた。K の家で撮影したらばれるので、俺の部屋で撮ることになった。白い壁をバックに、ソファーに座った K がしゃべり始める。A、K です。このビデオを見てるということは、僕は死んでしまったということになります。まる奥さんの名前、バツ娘の名前、 今まで本当にありがとう。僕の勝手な趣味でみんなに迷惑をかけて本当に申し訳ないと思っています。僕を育ててくれたお父さん、お母さん、それに友人のみんな、僕が死んで悲しんでるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕は天国で楽しくやっています。皆さんと会えないことは残念ですが、天国から見守っています。 バツバツ娘の名前お父さんはずっとお空の上から見ていますだから泣かないで笑って見送ってくださいではさようならもちろんこれを取った時 K は生きていたわけだがそれから半年後本当に K は死んでしまったクライミング中の滑落による事故死でクライミング仲間によると通常もし落ちた場合でも大丈夫なように 下には安全マットを敷いて登るのだが、この時は、その落下予想地点から大きく外れて落下したために、事故を防ぎきれなかったのだそうだ。通夜、告別式ともに、悲壮なものだった。泣き叫ぶ、K の奥さんと娘。俺も信じられない思いだった。まさかあの K が。1週間が過ぎたときに、俺は、例のビデオを K の家族に見せることにした。 さすがに落ち着きを取り戻していた K の家族は、俺が K のメッセージビデオがあると言ったら、ぜひ見せてほしいと言ってきたので、ちょうど初七日の法要があるときに、親族の前で見せることになった。俺が DVD を取り出した時点ですでに泣き始める親族。これも供養になりますから、ぜひ見てあげてくださいと DVD をセットし、再生した。ブーという音とともに、 真っ暗な画面が10秒ほど続く。あれ、撮影に失敗していたのか、と思った瞬間、真っ暗な中に、突然、K の姿が浮かび上がり、しゃべり始めた。あれ、俺の部屋で撮ったはずなんだが、こんなに暗かったか ?AK です。このビデオを、るということは、僕は、んでしま、 います。まる奥さんの名前。バツ娘の名前。今まで本。ありが。K がしゃべる声に混ざって、さっきからずっと鳴り続けている。ブーという雑音がひどくて声が聞き取りにくい。僕を育ててくれたお父さん、お母さん、それに、友人のみんな。 僕が死んで悲しんでるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕は、ズバー。バツバツ。娘の名前、お父さん死んじゃ。バー。死、見たくない。死、に、ズバー。見たくないよ。ブバー。 背筋が凍った。最後の方は雑音でほとんど聞き取れなかったが K のセリフは明らかに撮影時と違う断末魔の叫びのような言葉に変わり最後 K が喋り終わるときに暗闇の端から何かが K の腕を掴んで引っ張っていくのがはっきりと見えたこれを見た親族は泣き叫び K の奥さんはなんてものを見せるんだと俺に掴みかかり K の父親は俺を殴りつけた 奥さんの弟が、ケイニーさんは、いたずらで、こういうものを取るような人じゃないとなだめてくれたおかげで、その場は収まったが、俺は、土下座をして、すぐに、この DVD は処分しますと言って、みんなに謝った。翌日、DVD を、近所の寺に持っていったら、処分をお願いしますという前に、住職が DVD の入った紙袋を見るやいなや。 代わりに、ここなら条例してくれるという場所を教えてもらい、行ったがそこでも。えらいとんでもないものを持ってきたね。と言われた。そこの神主、霊媒師によると、K は、ビデオを撮った時点で、完全に地獄に引っ張り込まれており、なんで半年長らえたのかわからない。本来ならあの直後に、事故に遭って死んでたはずだ。と。言われた。